おそらく要求はあんまり響いてないのではないかと思います。というのはやはりあの先方は先方の思惑があってこのような場を設けたというふうに私は、まあ、あんまり申し訳ないあの信頼はしてませんので、あのまあ一種のパフォーマンスかもしれないなとか思いながらいましたので、あのまあ向こうはあの最後にあの野田さんがあの政府の方針みたいなことをあの話し始めました。もうそこでもうまあこちらからの要求であちらから あの政策発表ということでも完全にもう平行線ですね。なので、まあ、やはりあの響いているとは私は、思いませんでした。で野田さんの、まあ、お人柄というか印象というのはあの最初に あんまり目を見ない方だなというふうに私の方ではそのような印象でした。はい、今日ですね会見の中で話したことがありまして、長い間この国には社会運動やデモに対する嫌悪感やそれを疎ましいと思う風潮があったと。でそれがこの、1年余りの間に少しずつ変わってきている、あるいはもう大きく変わっているかもしれない。で、おそらくそしてそれをその流れは、決して、止まるものではないというふうなお話をしました。でじゃあその、僕はそれをアクティビズムフォビアという言葉で呼んでいます。アクティビズムというのは社会運動のことです。フォビアというのは嫌悪症のことですね。でこれは海外と比べてみるとはっきり分かります。で今のご質問はじゃあアクティビズムフォビアと呼ばれるようなものをがいつから生まれてどのように作られてきたのか、これはやはり、マスメディアやメディアの皆さんを前にして言うのは気が引けるのですが、やはり、政府とメディアがこのイメージ、ネガティブなイメージを作り上げてきたと思います。で、それが、まあ、インターネットによって少しずつ今変わろうとしている。でそれによって特にやっぱりここ何ヶ月かの間で非常に大きかったのは野田首相の再稼働宣言、そしてそれに続いて起こった大井原発の再稼働だったと思います。で、あの時がやっぱり非常に大きかったと思いますね。あの再稼働、宣言によってこの国の人々の心の中に埋め込まれていた制御棒が引き抜かれ、そして、再稼働、原発が再稼働した日、もしかするとこの、国で眠りこけていた民主主義、デモクラシーが再稼働したのかもしれません。そしてこれは、いつ止まるかわからない大きな流れになっています。そのことを僕は、会見の中では、聞けませんでしたけれども、野田首相はもっと怖がってもいいと思っています。これまで何十年かけて作ってきたアクティビズムフォビアの文化を自分が壊そうとしているということに対してもう少し危機感を持った方がいいと僕は思っています。